婚している新聞の家の一人娘だ。Okay.
だよここは。きっと悪い夢の中ね。お？何その印？マヒルこそ。ほらそこ。あ、本当だ。イツキと同じ印。こういうのペアルックっていうのかな。バカ、何言ってるのよ。具合はどう？平気。なんだか今はスッキリしてるかも。お腹とかあったかくてふわふわしてるみたいな。非常に驚かれていると思うが、まずは私の話を聞いてほしい。何ですか？単刀直入に言おう。この世界は今危機に瀕している。だから君たちにこの世界を救ってほしいのだ。世界を救う？私たちが？本気で言ってんのかな。君たちは選ばれし者、まれびとなのだ。この世界では10年に一度星座の刻印を持ったまれびとが空から現れる。君たちには特別な力がある。その力を使って使命を果たしてほしい。いや、果たしてもらわないと困るんだ。君たちの力にこの世界の命運がかかっているのだよ。俺たちはこの世界を救わないと帰れないってことですか？その通り。理解が早い。でも私たちはただの高校生ですよ。世界を救えとか使命を果たせとか急に言われても。彼女を医務室に。かしこまりました。お主も疲れておるじゃろ。少し部屋で休むとよいのじゃ。マヒルはどこにいるんだよ。なんじゃ、同じ部屋じゃないと嫌なのか。スケベなやつじゃ、ハレンチじゃん。グヒヒ、これまでどんな風によろしくやってきたのじゃ。やだ、ダメだよ、家族がいるのに声出ちゃう。今日のことは二人だけの秘密ね。グヒヒ、一つ屋根の下でクンとほぐりつか。羨ましいな、このエロビト様。エロビト。大丈夫じゃ、あの子はまだ医務室で休んでおる。医者の話だと少し疲れとるだけらしい。よかった。話の続きは明日じゃ。食事は後で届けてやる。こんな美女が世話してやるのじゃ、ありがたく思うのじゃぞ。美女？誰が？バカずにするのよ。ちょっとだめ。まれびと様がついに現れたようです。私も使命を果たす時が来たようですね。
君の体には十二星座すべての刻印が現れている。ほらね、これがマレビトである。ショウ、俺たちこれから何すればいいんだ。引き受けてくれるの？他に帰る手段がないのならしょうがないよな。マヒルだって帰りたいはずなんだから。使命さえ果たせばまた光のゲートが現れるわ。マレビトの使命とは迷宮に潜って汚れを沈めること。汚れ？今迷宮の汚れは魔物と化していてとても危険なのよ。それに迷宮の最深部には汚れ神がいる。残念ながらこの世界の民には倒すことができないの。これまでの歴史がそれを証明しているわ。できるのか俺に。迷宮から力を失った聖樹を回収して新しい聖樹を奉納する。そうすれば迷宮は再び汚れを封印することができる。聖樹、詳しくはここ。これから徐々に理解するように。でも俺はただの人間だし、魔物と戦う力なんてない。いえ違う、君はマレビトよ。この世界を救う戦士なのよ。それと君は一人じゃない。使命をやり遂げるためには十二星座の巫女が協力してくれるわ。十二星座の巫女は汚れを浄化するために選ばれ生まれるのじゃ。マレビトを助け、自らの力で一度だけ司る星座の聖女を作り出し、それが力を失うまでの間巫女の務めを果たし続ける宿命なのじゃ。始めましょうか。
なりと。儀式って言われても。つまり帰るためにやるしかないってことよね。そうらしいな。私にだってそれなりに大事にしてきたものが、理想とか憧れとか。そうだよな。あ、違うわ。別にイツキが嫌だって言ってるわけじゃなくて、イツキなら別に私は構わないんだけど。だけどこんな状況でみんなに見られながらとかありえないわよ。それも妊娠するためだなんて。最高の儀はいわゆる生殖活動とは違うのじゃぞ。星の恋使命を果たすため巫女が苦しむこともなくポンと生まれてくる。使命を果たすために俺の子供を産んでほしい。